毎度撮影してええねんだ。え、名前は出した、出さんはええな。ええの。まと遠目に看板だけ、ちょっとこっちの看板だけとか。どうですか。そう、どうですかって。今から行くん。お。やった。うん、今やった。これここ変えなあかんで。ここ変えなといかん。変な。もうそこだけ変えたらやってられへん。じゃあここアッパーサポート？アッパーサポートでもう下だけ変えた。下の。なんでいけんの？もう今んとこ。せやん。ボンネットもちゃうから。ちゃうよ。うん。フェンダーもちゃうかったやろ？フェンダーも変えた。せやろ。フェンダー、ボンネット、ほんでコアサポート変えて、いや。何があかんかったんかな？キャッチのとこがちゃうかったんかな？なんかいろいろやらなあかん。そうやろ。で変えたもん。うん、昔な。当初。当初あれ難儀やったわ。あ、そう。そう、今みたいにそんな YouTube とかないもん。うん、やりながらな。うん。ほんで、あの、テールがあれつくから言うて、うん、今あの、抵抗売ってるやん。はい。な、あの、熱持つやつ。うん、あれを、日本橋行って買いに行って、何個かあれ、消費させて。そうなの。そうそうそう。え、車とか映してんの、うん、俺が言うとったやつやな。FRP でできてるわ、フレームとか。フレームが FRP？ うるせえ。割れるやん。リフトで釣られへんじゃん。でも、フレームは鉄板やろ？あの辺全部プラチックやした。フェンダー？うん、近く行ったら分かる。ポンポンと叩いてみて。え、うん、こんなの、これってやろ？これですよ。けどその前に FRP。それ、あ、これのか。うん、これはあれじゃん。腐ってるから、足してるだけじゃん。そうやろ。全部腐ってんの。これですよ。ビニールで。他は塗ってないから、まだいいかな思うんですけど。うん、これはお前のか。これ。これは外車。え？日本車ちゃうで。お前の。ダントラの。うん。左ハンドルやな。チェーン型ちゃうで。お前のじゃないんだよ。え？お前のじゃないんだよ。これは京都の車じゃない。エンジン L 型ですよ。おお。あれやろ。4発の。4発の。な。L16 かな。これあったよな、うん、これお前のほら昔ハコスカ乗ってきて、うん、これ無免許やったんかな。お前無免許、無免許の車検なしのやつ。そうそう、あれも L やったな。あれは G 型やったんじゃろうな。積み方とかまず FJ やったんかな。いや、あれ4発やった。まあなんせ免許はなかったから何でもよかったよな。そう、あれでも、え、これは前のやつか。で、これが前のやつか。これ前撮影したやつか。いや、これ違う。前のは青いやつ。青いやつやな。これは新。あ、エンジンいけた。これが J16 か。これ J13。13。あ、13。あ、どうですか。あれが L18、16。もういつものように戻ってくれ上がって。お前あれ、ディオ、抹消してくれた。した。あ、それ渡すわ。社会に置いてんね、今。これな、これが。何？これ。何十年戦車。この下は何やろ？この下は今何もない。これ何十年戦車かな。これ平成。8年ぐらいがあるんだ。地震から。そうやな、南の帝王のロケの後やもんな。そう。まだその時はここ、普通の事務所やったもんな。そう。快適になんか撮影できるぐらいやったもんな。そう。ある時は片付けたん？何が？片付けてないの。もう燃料臭いわ、これ。あ、先のやつか。
素晴らしい。じゃあこれお前ナンバープレートがいっぱい映るわお前。いいよ。ええの。全部反射しねえから。ああ、もう映すで。お茶の時にこうなんかオルタネーターのなんか部品いっぱい置いてなかった。ダイナモの。潰しちゃう。な、置いとったやな。うん、彼女は映ってもいいの。彼女は映ってもいいの。オートゲーム行ったらペオ、オートゲーム。いい。うん。もうちょい。これな、あんまり削りすぎたらなくて。そう。もう切り込んやで。な。これはもうこれ以上触られへん。知ってる？砥石みたいなこんなペーパー状になってるやつで。うん、最初な。あれで俺ら最後まですんねやんか。あれ、粗さがね、3種類ぐらいあって。カムがもう網でやられて。こう立てとかなあかん。社長、見極め。よかった、イエーイ。なんだよ。見極めよかった、イエーイ。見極めって何だ？え、中面を見てて。中面？はい。バイクの？バイクの。うん。これ映ってもええの？今日見極め、ちょっと見極めた。あ、動画撮ってありますもんね。うん、撮ってるで。あ、失礼しました。ええの？アスカナンバー。あれ撮ったん？え？撮ったんで。撮った、撮った。顔出してもええの？どうぞ。うん。高さの彼女ね。わーい。え、バイクの？免許取りに行ってて、今2段階の、うん、今日2段階の見極めが終わって、うん、次卒業検定です。イエーイ。そんなんで嬉しいんやな。嬉しい。え、限定会場じゃないの？自動二輪？普通に未消耗自動二輪やればですね。ああ。もう俺らはなんちゅうの？免許を取りに行ってる頃には、はい、暴走族をやめてるぐらいからな。はてな。無免許がええねんな、あれな。免許取ったらやっぱりな、捕まるから。そう、一緒戻るじゃないですか。捕まるから、そうそうそう。もんなんや、免許やったら。そうそうそう。免許あったところでやろ。そうです。免許あったら捕まるからな。そう、免許あっても一緒。免許あったらほら警察にしたら止められたら止まるやん。免許なかったら逃げれるもんな。え、行こうか。うん、え、あれ行く？どうやったら甲府屋行く？え、用事あんの？昼から行くんですよね、中庭が。はい、行きます。寝屋の部品屋のとこやんな。そうそうそう、それのなんか特設会場みたいなってなっちゃうけど、分かる。裏やんな。分からん。なんか縮小されて、ほら、オークション会場が占領してきたやろ。うん。そうですね、オークション会場がせり出してきてるの。そう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 。ちょっと、しょんべんさせて。うん。なら、そういうことで。これナンバー、箱すかもええな。箱すかええで。ワンオーナーや。ワンオーナーだ。まあ、手のナンバーとして。プロのナンバーを持して、後ろを見て、一文字やで、ね。え、これは知ってるよ。これのあれちゃうんか、お前。旧車の呪いがかかった、お前。旧車を旧車で呼んでくれんじゃん。お前、ベッセルのこれ持ってるやん。持ってるよ。な。これ、内張りのダイヤのやつ外すのにな。ナンバー見られへんぐらい。ああ、ほんまやな。俺が乗っとったR2 もな、8やったわ。これ、長いやつもあんで。長いこれがあんの。でも長いやつはまっすぐの方がええで。これはね、内張り行くんやったら長いよ。ハイエースとかやんのに、パチンって真ん中のあれ、硬いやろ。硬い。あれ割れる。俺はだからまっすぐのやつでこうねじってやってるわ。うわ、急じゃう。ランク。ランクものはこれ。うん。これ今もうできるわ。これは。見て、マジしちゃう。うん。昔インジェクションのヘッド使ったかねな、キャブ用のヘッド使ってな。そうそう、もうそんな忘れてきた。うん。ちょっと正面だけさして。ま、ね、あちょっとね、用意します。ジラッとね、もうこれ、もう俺のとこよりひどいね。